こんにちは。今日は本当にお忙しいところお時間いただきました。はい、先生、ありがとうございます。菊池と申します。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。私の名刺よろしくお願いいたします。どうぞ。失礼いたします。それでは本日はお忙しいところおいでいただきありがとうございました。これより是枝選手の第13回世界エアロビック選手権大会出場報告会を行います。まずは是枝選手より出場にあたっての決意表明をお願いいたします。はい、座ってやります。失礼します。今回はお忙しい中、出場報告会を開いていただきありがとうございます。また高橋知事にエアロビック競技をしていただく機会にもなりましたので、すごく嬉しい気持ちです。今回は世界選手権にシニアに上がって2回目の出場となります。男子の個人の部には初出場となりまして、一番やっぱり自分が目指していた部分になりますので、しっかり今回これまでいい経験もしてきましたし、自分の練習してきたことをしっかりとこの世界選手権でもうぶつけたい気持ちです。最後まで向こうに行ってからも不安な気持ちはいっぱいあると思いますが、その不安な気持ちに負けないようにしっかりといい演技を予選で決勝でしてメダルを取っていきたいと思います。応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。次に知事より是枝選手に激励の言葉をお願いいたします。是枝選手は、福岡のご出身で、はい、それで菊池先生のおられる北照大学で一生懸命やろうということで、はい、遠くからこう北海道まで はい、ご進学をされたというふうにお伺いをいたしております。エアロビクス、スポーツの競技として今やもう確立されたものになってきて、で2年に1度でしたか、世界選手権、はい、いよいよこの6月、来週ぐらい、はい、ちょうど来週出発します。メキシコ、はい、地球の裏側ですけども、はい、で行われる大会に向けて今最後の調整中だと思いますけど、まずは世界選手権ご出場が決まったことおめでとうございます。ありがとうございます。去年の昨年度の世界大会、さまざまなワールドカップなどでも大変に素晴らしい成績を日本を代表して収めておられるわけでありますので、ぜひですね、今おっしゃられた通り、2回目になるんですか、世界選手権は。はい、そうです。いい成績を、素晴らしい成績を起こして、日本の、そして北海道の、みんなを喜ばせる、そういう成績を残していただければと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。菊池先生はあれですか、はい、この分野のご指導を長くてらっしゃる、はい、そうですね、もうかなり長いことをやっております。もう、エアロビクそのものは、まあ、日本に来て30年経つんですけれども、最初の段階から関わっておりまして、ずっと指導もしております。審判も国際の審判をしていますので、はい、それがもう20年以上になりますので、その流れの中で、まあ、いろいろなエアロビック競技の発展を見てきましたので、そこで、まあ、選手が来ても国際で戦える選手をと思いまして、今頑張っているところです。じゃあ、小枝選手生まれる前からそういういろんな活動を、はい、しておられるって何ですか。今あれですか、日本国内で競技人口はどれぐらい、人口選手登録としては、人口は何千人という形にもなるんですけれども、なかなか競技のトップの方でやっているというのは数がかなり絞られてくる形になります。そうですか。一般の方たち のいわゆる愛好者の方たちが、まあ、多い。あ、そうですよね、非常に多いんですが、そこから競技となるとかなり絞られているという形になります。なんでこの分野を目指されたんですか。もともと姉がずっと小さい頃から最初エアロビックダンス要素に入ったのをずっとやっていて、で自分が生まれた時からもうお腹に入っている時から母がその
姉のそういうイベントだとか練習とかについていってて、生まれてからもずっとその環境がやっぱりそういう環境でしたので、でエアロビック競技の方を姉が始めて、そこにもついていって、でそこのもともと福岡にいた時のクラブの先生から、あの男の子はやっぱり少ないのでやってみたらどうかなっていうふうに言われたので、最初はそういうマット運動とかやって楽しかったので、いつの間にかこう続けていたっていう感じです。まああの体操競技とかね、日本のお家芸っていう部分もありますし、あのそういう中でやっぱりこうまだまだこれから伸びていくこのエアロビクス競技っていうのを選ばれたっていうのは、あの素晴らしいことだと思うんですよね、チャレンジ精神として。あのでなんで北海道に来られて、やっぱり先生をしたい、はい、菊池先生の下で、エアロビック競技をこれからも続けて、もっとレベルの高いところで行っていきたいという気持ちがありました。北昌大学の中に同じように頑張っておられる方が何人いるんですか？レベル、こういう国際レベルということでは、これなだけになります。あ、そうなんですか、はい、今回は先生も行かれるの？はい、私はあの一緒に行きますし、審判にも入りますので、どうしてもあの審判の仕事をしてますので、まあ、普段はコーチなんですけれども、試合に行くとあのそちらに入る審判として入ることが多い形になりますので、まあ、一人というかで頑張るとご家族は例えばそのお姉様とかはいかに？は全然もう、はい、あの普通に働いていますので。あ、そうですか、はい。地球の裏があるか、直行便がないですよ、ね、あのアメリカ経由どっかで、はい、トランジットですからね、時差もありますしね、はい、結構まさか環境に慣れて、はい、まずねやっぱり実力を発揮していただくためには体調管理ですかね。そうですね、向こうに行ってからもまだ時間が試合まで4日か5日間ありますので、うん、そこでしっかり調整していきたいと。ね、私もあのそういう時差のあるところをそのあの旅行しなくちゃならないとき必ず心がけているのは、飛行機に乗ったらすぐ寝ること、うん、あの別に食べるもんなんて食べなくたって大丈夫ですからね、寝るのが一番、まあ若いからねあの私とは違うかもしれませんが、あのそうするとこう時差に慣れやすいかなと思いますけど、頑張ってください、はい、ありがとうございます。記念撮影を行いますので移動お願いします。はい。お願いします。失礼します。失礼します。